ねえねえ、急がないとレースが始まっちゃう頃。早く早く。オッケーオッケー。てか今時間どれぐらいなんだ。何その走り方、気持ち悪いな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、てことでさ、え、ゴロンの里はもうクリアしたんよね。族長の話はゴロンレースンでもって ゆっくり考えてから返事をしてくる。あ、ゴロンレースンでんといかんのか。早くゴロンの里を出た双子島の洞窟の向こうに行ってやってくれゴロ。双子島の洞窟の向こう、ゴロンの里を出た、待ってくれよ。どこだよここは。どこなんだよここは。え、こんな絵描いとったっけ、かわいい。え、絶対地面にあんな絵描いてなかったよね。え、双子島の洞窟？時間がないんだってもう。え、ゴロンの里を出たって言ったよね。どこですか？ゴロンの里を出た双子島の、双子島の洞窟の向こう？あ、もうすっかり雪が溶けとるな。ね、この辺めっちゃ雪あったもんね。怖い。まあ、でも、ゴロンレースがあるみたいなことを言おったのは、あったよね、場所。なんか雪が溶けたらどうのこうのみたいな言ったやつ。邪魔だよ。邪魔だよ。まあ、なんか、あ、下が地面じゃなくて、水になっとるよ。ひー。そっか、雪玉とかがなくなったけん。の、普通に、あのモンスターが出てきとんやね。どこですかね。待って待って、どこ？ここじゃなくってさ、こっちか？いや、まあ、いざとなったよね。え、ここですか？は。え、この辺かな？うい、なんだてめえら。やだー。やだー。この子ら嫌いなんですけど、私。よいしょ、オッケー、全部いった。この上かな。では違う。おっ、ここは雪があった時には登れんかったところかな。違う、ここや。なるほどね、ここか。なるほど、ここか。違う。あー、なに、落ちたよ。え、なに、ここどこ。なんか知らんけど、宝箱あるけんもらっとこう。邪魔。なんか心置きなく、心置きなく宝箱が取れんけん、ちょっとやっつけとく。ね、これルピーさ、99から動かんくない？あれか、ルピーを入れる袋が。無駄。ルピーを入れる袋が小さいってことか。出てきた、出てきた。ここに来るまでにあった横道か。3時間を切ってしまったぜ。暴れる、めっちゃ暴れる。待って、見して。ほ、あー違うんや、そういうんじゃないんよ。なんかさ、こっちのね、あ、こっち側になかったっけ。来ないで。あ、こっち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 。なんかこの辺がゴロンレースじゃなかったっけ。この先ゴロンレース場、ただいまレース開催中って言われてもさ、なんかめっちゃ塞がれてない？ねえねえ。あ、だるまの兄ちゃん、ポカポカ暖かくなって、オラ元気100倍頃。あ、君か。もう父ちゃんがそばにいなくてもわがまま言って泣かない頃。それより兄ちゃん、春が来たんだ。もうすぐゴロンレースが始まる頃だけど、この岩が邪魔してレース見に行けない頃。
せっかく春が来たのにな。楽しみにしてたのにな。しょうがないよな。いや、めっちゃ泣くやん。やだやだやだ、見たい見たい、レース見たい。可愛くない。可愛くないよ。これはなんだ、どうすればいいんだ。爆弾か？普通に爆弾でいけるんかな？ちょっと待って。爆弾。そしてちょっと、一旦外しまして、え、そこ違うな。あ、違う違う違う。そっか、すぐそこに置けるのか。じゃ、これで。ダメじゃねえか。遊びに来た頃？それならこの先の山で開かれるゴロンレースを見ていくといい頃。だけど、この岩が邪魔してレース見に行けない頃。せっかく春が来たのにな。楽しみにしてたのに。めっちゃない。爆弾ではない？待って待って待って。なんだなんだ。もう場所は分かった。あとは、あの岩をのければいいのね。何？どうすればいいの？なんかある？ゴロの里になんかお店あるかな？いまいち場所がわからねえ。あ、なんかショップみたいなのさ、氷で塞がれて、ここか？ここ、行けるか？あ、いや、登れるか、別に。ゴロン船員用大爆弾の店、初めての方には試験を受けてもらいます、天使より。大爆弾、これだな。何、試験って。ゴロン専用ってことは、ゴロンにならんとい。あ、でもここ上がれん。待って。ここはリンクで上がってからの、これ。みんなどうやって上がるよ、ゴロン。ねえ。びっくりした。あ、なんか懐かしい感じがする。いたね、こんなの。どうも。俺はゴロン名物の大爆弾を売っている、ゴロンだゴロ。大爆弾欲しいゴロ？だけど、大爆弾は爆発力が大きくて危険だから、お前が扱えるかどうか、試してからじゃないと持たせられないゴロ。挑戦してみるゴロ？しますよ、そりゃ。この先にあるゴロンレース場の入り口を塞いでいる大きな岩を、今から渡す大爆弾で壊すことができたら認めてあげるゴロ。え、何それ？普通に使わせてくれるんや。あざす。でか。大爆弾は音が速くなったら爆発する合図だから。途中で爆発しないうちに、ゴロン霊所の入り口を塞ぐ大きな岩を壊して戻ってくるゴロ。あ、そういう。レース場の場所は看板に書いてあるから探してみるゴロ。でもこれってあれよね。待って待って待って。これさ。何？どうやって行くの？だってさ、登れんくない？どうやって登るんこれ？普通にこれで行けば、これで飛んでもさ、持っとる？わからないんだけど、これで飛んでも持ってますか？待って、ゴロンの里、スノーヘッド、クロックタウン、ウッドホール。飛べる場所減った？これは飛べる場所ではない？ちょっと待って、わからないんだけど。とりあえず、体力の歌。下左上、下左上。ちょっと一旦置かせて。下左上、下左上、見えねえ。てか思いっきり置きましたけど。あ、やっぱ、山里があるんか。でも置いたよ。ねえ、どうやって行けばいいんこれ。大爆弾の音が速くなったら爆発する合図だから、途中で爆発しないうちにゴロン霊所の入り口を塞ぐ大きな岩を壊して戻ってくるゴロ。投げればいいってことかな。あ、こういうことか。なるほどね。ダメだ、もう爆発するわ。
いや、まだいけるか。とりあえず最後までやってみるか。えい、ちょっと待ってくれよ。いや、もう無理だな。もう無理だって。爆発しろ早く逆にもう早く爆発してくれ。どうかな、いけるかな。ちょっと離れたところから投げればいいのか。なんか道ギリギリなところに。まあまあまあ、違うんすよ。はい、あ、ギリギリだろうがなんだろうがちゃんと運べとったらいいんよ。待って、はい、慎重に。あ、行くぜー。いや、でもあれをね、素早く素早く動くことができないゴロン、多分これリンクじゃ持ち上げることもできんのやろ、おそらくだってこんな大きさやもんね、絶対無理やろ。いや、でももうあれだ、ゴロンレースの場所は分かった。くねくねしてんなよ道。いけるかな。途中にこのモンスターたちもおるっていうのがうざいよね。殴りかかってきてんじゃねえよ。あそこだ、もう見えたやん、息子見えたよ息子。ひー、あ、待って、あ、え、危険危険危険。これってどれぐらい余裕あるんやろ。よいしょ、違う違う違う、あ、これいけるんじゃない。うわ、めっちゃギリギリんとこに置くやん。え、これ、え、どうやろう、え、場所どうこれ、え、投げるんじゃなくて置きたいんだが。うっしょ、いった、やったね。さすがだるまの兄ちゃん、すっごい頃。ねえねえ、急がないとレースが始まっちゃう頃。早く早く。オッケーオッケー。てか今時間どれぐらいなんだ。何その走り方、気持ち悪いな。え、おかしくない。あ、でもまだこんな感じか。オッケーオッケー。来たよ来たよ。はい。あ、だるまの兄ちゃん、待ってた頃。ほら、みんな早くレースに出たくて、うずうずしている頃。兄ちゃんも出る頃。みんなは何、閉じ込められてたの？岩の中に。ねえねえ、出るよね。まあ、出なきゃストーリーが進まないんだろうな。そうかなくっちゃ。だるまの兄ちゃんの走りを見せてやる頃。魔法力が減ったら、コースにある緑の壺で補給する頃。うわ、最初の魔法力が少ない。1位にならんといかんとかある？いや、あるよね、きっと。よし。待って。皆さんにお知らせします。スタートが早い選手がいたので、やり直しする頃。うわ、動けてしまうのか。おいー。あ、魔法力回復しとるやん。よし。あ、このレースの間もやっぱり痛いです。レースの間もやっぱりあれなんすね、時間は経過してるんすね。やめていただきたいわ。てかさ、あれじゃない、私しかトゲ生え、いやー痛い、私しかトゲ生えてないことない。みんななんでトゲ生えてないの。はっ、てかみんな早いんですけど、こんなにも凶暴な 見た目してるのに全然勝てる気配がしないんですけど。やっぱこういうところを飛んだ方がスピードは上がるのかね。上なんだ今のなんか応援の子たちがいる道中に応援の子たちがいるよ。
そう勝てる気がしね。あ、あれだな、大爆弾で爆発させた後にどこでもセーブしとけばよかったな。ね。今ので終了なのか。冬が長すぎて体が黙っちまっただけだころ。本当の兄ちゃんはこんなもんじゃないころ。昔を思い出してもう一度レースに出るころ。ねえねえ、出るよね。ちょっと待って。昔の兄ちゃんはサンドの岩よりレースが好きだったころ。サンドの岩って何すか？オラの知っている兄ちゃんはそんなことは言わなかったころ。泣くな泣くな。いやだ、兄ちゃんの走りが見たい見たい見たい。どうしよう、一旦セーブしとくか、別のとこにセーブしとこう。時間が短くなっとるけんね。本当はレースやりたいんだころ。オラにはわかるころ。ねえねえ、出るよね。出ましょう。めっちゃストレッチしよるよ、この。ふぅ、頑張りましょう。行くぜ。スタートダッシュはいい感じなんだけどもな。てか、めっちゃ揺れてんな。ひぃ。今、壺終わったけど何も出んかったよね。それとも出たけど取れてないだけか。いやー、痛い。ほら出てないって、痛いって、めっちゃ置いてかれたよ今。めっちゃ遅いよ今。超遅くない？どうした？魔法力が弱まっているからか。ひぃ、邪魔だよ。そういうもんなんだろうけども。だるまの兄ちゃん聞こえる頃？残念だけど、もう勝てそうもない頃ですよね。それでも続けません。それでも続けません。くっそ。無理じゃね？これ1位じゃないと認めてくれん？無理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 。無理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 。これあれよね。さすがにミニゲームですよねこれ。絶対これクリアまで進めんとかないよね。わからない。じゃ一旦ロードしよう。多分ここからのあのゴロンレースはきっとミニゲームだな。で、テスト、クリアできたよっていう報告をきっとしに行けば、いいんだろう。うんうん。そしたら進めるはず。大爆弾ってさ、買えるのか？ほら、どうやってゲットするんやろ。こっちよね。あったあった。とりあえずリンクで、やっぱ移動速度も全然違うな。よっ。さあ行こうぜ。やってきたよ。どうやら成功したようだごろ。その腕なら安心して大爆弾を任せられるごろ。危ない仕事を頼んで悪かったごろ。お詫びにこれを受け取ってほしいごろ。お、大爆弾を手に入れた。 C で担いでセットする。台だけに威力もでかい。大爆弾は危険だから一度に持てるのは1個だけだごろ。矢を当てたりするとすぐに爆発するから気をつけるごろ。あ、なるほど、すぐに爆発させたい。あ、そっか、一回一回あんなに待ちたくないね。特に一回一回別に移動にそんな時間かかるわけじゃなさそうやし。大爆弾ゲットした。進めるんじゃない？もうこれで。どっか大爆弾必要そうなとこあったかな。てか次は一体どこに行けばいいんだ。次は一体どこに行けばいいんすか。なんか話しよったっけ。族長の話はゴロンレースにでもで、あーそっかそっか。
え、やっぱり？え、やっぱりクリアしないといけないの？ダルマーニ、おめえは確かにすげえけど、ほらまだなんか不吉な予感がする頃、おめえも実は感じてる頃。いや、だってこれから1時間後には落ちますからね。ダルマーニ、おめえもゴロンレイしてる頃？ほらもうすぐに行くから商品残しといてくれ頃。余裕で残りますよ。ダルマーニ、おめえ本当に生きてたんだ頃。ほら、すっかり騙された頃。ダルマーニ、おめえやったな頃。一度死んだと見せかけて敵を油断させるなんておめえらしい頃。いやー、本当に死んでるダルマーニがなんかかわいそうだわ。死んでるんだよ。みんなちゃんとお墓行ってあげて。ほら、すっかり騙されて墓まで作っちまった頃、間抜け頃。いや、お墓行ってあげてください。ちょ、待って、大爆弾一度に持てるの1個だけ。めっちゃ慎重に使わんといかんやん。え、ちょっと待ってね。でも族長の話続き聞かんといかんよね、きっと。多分それが次へのヒントになりそうな気がするんやけどな。多分もう、あの大爆弾を使って行ける場所っていうのがあるんやと思うけん。これ登れるんか。うわ、すげえ登れる。怖い。ここ出口？そんなショートカットの仕方があったのか。知らなかったぞ。それじゃあ、大爆弾使って爆発させるのとかあったっけ？でも多分今までに出てきたってことよね。クロックターン。クロックターンが一番最初のとこよね。ウッドホール、デクナッツの城。ロマニー牧場なんかあったような気がするな。なんか塞がれてなかった？わからん。一回飛んでみよう。一回飛んでみて、なんか塞がれとるところがありそうやったら、多分もう進んでいいんじゃないかなって思うけん、一日目に戻ろう。下、左、上、下、左、上。よし。下、間違えた。下、左、上、下、左、上。だってゴロンレース難しすぎるもん。無理やって。無理やって。ミルクロードか？まあ、一旦確認ね、確認。ミルクロードに来ました。んで、傲慢トラック、馬調教専門、初心者大歓迎、お気軽にお越しください。どの辺にあったんやっけ。いや、これ出てきたな。そうじゃなくって、こっちから来たんか。でこっちか？いや、違うな。あれ？違ったんかな？てか、傲慢トラックは分かったんやけど、あれは？ロマニー牧場はどこよ？ここも傲慢トラックか。あれ？どうも、おじさん。開通したよ。あ、そうっすか。あれ、開通したんか。じゃあもう進める、普通に。新たな場所来れたやん。イエーイ、ロマニー牧場。ロマニー牧場に入れんかったんか。氷かなんかが張っとったんかな。特に何もなく。いやー、広いなー。めっちゃ広いな、ロマニー牧場。何？あ、あれ？え？エポナー？
ポナじゃない？ちょっと柵で見えない。あんたの馬じゃないの？はぁ、え、これは保護されてるってこと？ロマニ牧場のおじさん別に悪い人じゃなかったよね。ウォーマンは悪い人やったけど。ねえねえ、当牧場は朝6時からです。ロマニ牧場朝6時もう無理じゃねえか。ってことはなんかあれめっちゃジバニャンみたいに見えるんやけど違うよね。じゃああれか、一旦、まあ、1日目に戻りますか。戻ろうぜ戻ろうぜ。え、どれで戻るんやっけ。